はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。今回ですね、このやべえ武器2つ使っていきたいと思います。この2つね、で、ウルトラはまあ皆さんご存知の通り、もう最強と言われる最強ですね。もう最も強い、もう万事、それでいい。で、サリオン7に関しては5万7000円というところですね。懐かしいあの投げでね、この2つ、強力な武器として名高いこの2つをね、オプションありではもう最強、オプションなしではこいつが最強みたいなところであるので、サリオン7が、それこれを2つ使っていきましょう。はい、やっていきましょう。なんか俺だけなのかなと思うんですけど、マウスを高速で振るとすげえこう画面が遅れてくるっていうのかな。今まですげえ振り向きがやりにくいんですよ。わかんないです、俺だけかどうかわからんけど、あー左上来ちゃった。 なぜかなんですよね、これ。アップデート後なんで、まあ、もしかしたら何か悪いのかもしれないですね。お、めっちゃ入れたすげえ入れたな今。上から行きましょう。まだろ、なる、な、あんの知らない。あー、ちょっと後ろ鹿として前を潰してやろうと思ったらちょっと終わっちゃった。3人目で終わっちゃった。さあ、もう前、あ、見られてた。あ、ウルトラ、ヤンマラも使いましょうか。もうこっちも使いましょう。で、改めて説明していくと、まあ、ウルトラは高火力、高連射力、集団がいい武器、まあ、要はぶっ壊れ武器なんですね。もう半端じゃないですよ、基本的には。ただ唯一ちょっとうまくできないのが、今みたいなジャンプ打ちはね、まあ、超精度がいいわけじゃないんで、そこら辺はね、ちょっと気をつけながら打たないといけないかな。上から、これも上から行きましょうか。あ、死んでる。あー、頭いけなかった。ほら、でも47、今のであんなに削る、4割ぐらい削るって半端じゃないですよね。で、ウルトラはこれに加えて、まあ、オプション効果が入ってるんで、まあ、やばいぐらい強いよねってのがウルトラなんですね。死なねえか。わあ、食っちゃった。多分3発ぐらいしか当たってないんじゃないかな、今のも。さあ、右から、右から、普通の大きい。ここで見るってマジ強いよなっていつも思う。ダメだった。人数差あるんで結構厳しいかもしれないですね。ああ、挟まれた。あ、なんか前回もこれあるよね、マジで。このゲームのオートバランスほんと機能しねえ。頑張ってほしいですね、オートバランス機能。ひぃ、左右左右。ああ、ダメだった。もう今みたいなところで画面が遅くなるとうわーってなる。まあ、うまくね、うまくやれってことなんでしょうけど。なんなんだろうね、この遅れてくるやつ。僕以外にいませんかね。フレーム数は出てるんですよ、ちゃんと。それがまたね、よくわかんないところ。さあ、一方的です。まあ、決め打ちすれば死ぬっしょ。お、よく使った。さすがってところかな。今のは武器のおかげみたいなところあるよね。あー、だいぶ詰められてますね。悲惨ですよ。あはは、2人から狙われてたけども。さあ、こっちもガンガン決めつしていきましょうか、なんとか。あー、もうね、外してもらえなかった。もう絶対ああいう時ね、外してもらえないよ。
本当にいつもいつも、うん、おまけしてもらってもいいのにって思う。おお強い、上手。さあようやく味方が来て、まあ、なんとかね増えてきましたね。ありがたいありがたい。おー落とす落とす、素晴らしい。これフルオートだからね、指切りとかしてるわけじゃないから、ただのフルオートでこれだから。あ強い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 、ただ打ってるだけ。流れ弾でしょ。あと1キルくらいしたいな。ダメージ数も伸びてんね、やっぱすげえわ。来ない。ああどうなったか。ダメージいいね、素晴らしい。さあ頑張ってみましょう。運命共同体だよ、ずっともだよみたいなぐらいね、あの信用せない言葉ですね。さあ前やっていきましょう。まあ言うのこの絶対これ毎回これ俺のこの待って味方死ぬな。このじゃカバーしてあげましょう。ナイス、ちょっと投げとこう。多分見ないと思うんだけどね、おそらくほとんどこっちだと思うんですよ。手榴弾投擲、目標地点への偵察支援を要請する。再装填、手榴弾投擲。さあ警戒心を与えていきましょう。まあ設置しないと話にならないんで。やばいやばいやばい、設置したい設置したい設置したい。ちょ見ててくれ見ててくれ。目標地点の偵察を要請する。手榴弾投擲。これはここ少し後ろ置きするとねいいんですよ、こういう時ぜひ使ってみてください。垂直でこう水ここからこう切る感じね。よくやったな。あ次ウルトラじゃないや、47使おう。もう5万7000はね使っていかないといけないんで、思い出したかのように5万7000を言う。さあ来い。痛くはないか。食らった時がもう本当痛そうに感じる。すごい強いな、それは素晴らしい。そのね突っ込み方やばい。この間これくれくれ食らったトラウマだから俺。無理、調子こいたー。あとはやってくれ頼む。ナイス、ダラビュービュー倒せ。ナイス、運命共同体だよ、素晴らしい。さあここからは SR47 使っていきましょう。で一側ね取りたいよね、あんま一側ね行くことないからね。あれナイス、それはね大事。やばい、シュリ。ナイス、いいね。まだ中にいんな。味方がやられた。
待って、弾ねえじゃん。よくよく見たら弾がなかった。やべえ。危ない、ナイス削り、素晴らしい削りです、ありがとうございます。裏の走ってる音はね聞こえたんだけどね。ありがとうございます、削りのおかげですね。ポテト、うわ、薄塩味。だから僕ポテト、ちなみにコンソメですよ。もう、あ、どうだろう。でもそれは時代とともにちょっと俺薄塩かもしれんな。ちょっとごめん、今安直にコンソメとか言ったけど、結構薄塩派なところありますわ。あの、片揚げポテト、ポテチっていう以外にも片揚げポテトとか、プリングルスとかさ、あとは、チップスターか。とかで、結構ね、わー、なんでそういうの？結構ね、薄塩買ってること多いわ、考えると。あ、プリングルスだったら、まあ、あれか。あれか。みんな大好き、サワークリームだよ。あれはよく買うけど。皆さんどうでしょう？まあ、全然関係ない話なんだけど、頭今左にいたよ、それ。ただ見えないね。感染してるから見えない。あ、惜しい。どうなんでしょうかね。チップスター、プリングルス、ポテチ、片揚げポテトなどなど、皆さん薄塩ですかね。まあでもなんだかんだシンプルがいいよねって言うはよく言うよね。だって焼肉とか行ってもさ、あのタレとか、あと甘口とかさ、みんな結局頼むけど、最終的に行き着くの大体塩じゃん。だから、まあ塩なんだろうなと僕は思うよ。うん。というわけで、今現在2対1対4でございます。さあ、ここからの逆転あるか。さあ、外して、あー、ナイスカバー。なんか相手のチームさ、カバーうまいね。さっきのさ、ここもそうだけどさ、これ、ここ倒しても、こう出たらここから撃たれるから、なんかめっちゃうまいなって今、ポテチの話しながらちょっと思ってたのよ。今もさ、やられたらすぐ出てきたじゃん。あれ、なんか団結力ありますね。待って待って待って。早すぎなんだけど。やばい、なんか前回の悪夢を蘇るような、UD なところから負けるっていう逆転負けを屈する、前回のような感じですね、これ。やばいやばいやばい。ちゃんと押さえとこう。ガッツリ押さえとこう。もう2中入ろう、2中。もうだって1あんな取れてんもん。敵発見、目標地点が。あとワン、あとワン。リロード中だ。リロード。さあ、あと一人、六発で決めたいと思います。六発選手権やろう、六発選手権。爆弾発見。これ六発選手権ですね。あ、六発選手権来ましたね、これ。あ、二発、二発、終わった。二発は無理。やばい、もうあそこから負けるという盛大にやってはいけないことをやってしまったよ。そして追いつかれる3対3。オーマイガー。やらせんぞ。いやー、マジやばい。マジやばい、マジやばい。めっちゃ追い上げられてんじゃん。この正義最後の引き金を。相手に指しくったな、今。リロード中だ。リロード。走れー。
マジ抜かなければよかったピン。もうねがっつり構えてる俺ここで。大丈夫かな。いや来ると思うんだよな、なんだかんだ。いやー一側行ったか。止めれればある。ナイス。こっちもある。絶対こっちもある。それは助けるぞ。うわあ。え、バレないんじゃない。マジ後ろ自立か。おお素晴らしい。4対4これ完全に前と一緒ですね。完全に前と一緒で、もう次2中入ろう。最初からもう突っ込まれちゃいかんと思うから、もう、ま、昔よくクラン戦でやってた最初のムーブを2中でやりましょう。素晴らしい。センター止め。この正義に。死なないの。うっそ。ナイスナイス。さあやっていく。1対7これは勝ったべ。さすがナイス。はい、そんなわけで最強武器を、使ってきましたけども、最後もったいなかったですね。左からちゃんと打ってれば間に合ったかもしれないな。あと足に打ってたかな、おそらく。いやちゃんとね、あの腕とか頭ね狙う武器でしたね。そんなわけで、まあ強いのは強いですね。やっぱりね相変わらずでしたね。まあでもね、今みたく最後の緊急戦みたいなところでは、いくらかバラつけたところで当たっちゃうんで、あんま関係ないんですけど、中円くらいで戦うと、本当に相手当てられなくて、うわ、どうしようもねーっていう感じでね、やられていくんで、本当にマウント取ります。本当に強いなと思います。で、まあ、カックの方は、まあそのウルトラと比べると、確かに、連射力も、あとは集団とかも指切りして、点集団とかができるわけじゃないから、まあ、ちょっと劣るんですけど、それでも、まあ、その能力なしの武器にしてみたらめちゃくちゃ強い武器ですし、僕ボルトよりもはるかに強いと思ってますので、こっちの方が、あ、化け物だと思う。で、あとこいつには上位互換でテンポラルっていうんで、あのそっちがね、あの異常です。さらに異常、こいつで異常なのにさらに異常。もうね、犯罪係数で言ったらもう300オーバーですね。あっちはこっちまで297ぐらいです。まあ本当にね、でも本当にこいつ強いんで、未だに、あ、ヤシだっけ、テンポラルじゃなくてヤシだっけ、ごめんちょっとこれ忘れちゃった。まあその未だにね、あのボックスに出てたりすることもあれば、人気の武器なので、ぜひね、ウルトラ持ってない人はこれでやってみたいとか、まあサイファイとか正直もういらないんで、あの XM サイファイもうだってね、ユーロの XM って結構性能上がっちゃったんで、まあね、なければあれぐらいよりいいやぐらいに思えちゃうからね。なので、まあ、サイファイよりも今、この2つどっちか持ってた方がいいかなと思います。まあ、あれだね、形状で好みだったら、また話は別だけどもね。まあ、そんなわけで、今回この最強武器2つ使ってきました。またね、そのうち この組み合わせ以外にも、バトルライフとかでやっていきたいなと思います。というわけで、皆さん、それまでお楽しみに。では、お疲れ様です。